昔昔、あるところに赤ずきんという名の少女がおりました。赤ずきんは世界を知るために冒険の旅へ出かけるのです。私、赤ずきんっていうの。あなたは？僕はテオンです。ん？ガラスの靴？どういうことですか、赤ずきん先生。赤ずきんと呼ばれております。ただの旅のものでございます。